はい、皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回はケーブルプッシュダウンのバリエーション3つご紹介していきます。上腕三頭筋を鍛える上で、まあプッシュダウンって結構メジャーな種目なので、毎回腕のトレーニングの時にやってるよっていう方多いと思うんですけども、まあプッシュダウンもこのアタッチメントをいろいろ工夫することで刺激の種類をね、いろいろ変えることができるので、ジムもね、いろいろ混んでて他の方がね使ってたりする中で、やっぱりいろんな器具を使ってやっていくと時間がかかってしまう。で、使いたい器具が他の方が使ってて使えないなんていうこともあったりするわけなんですよね。なのでケーブルならケーブル、一箇所で複数の種目ができるのであれば、そういう引き出しは持っておいた方が、人が多い時、使いたい器具を他の会員さんが使っている時なんかにも困らずにね、トレーニングができるようになるので、まあ、そのための、ね、引き出しとして参考にしていただければと思います。では早速ね、1つ目いきます。まあ、一番オーソドックスなやり方ですけども、まあ、このストレートバー、またはあのイージーバーみたいに曲がってるバーでも構わないんですけども、こういうね、一番オーソドックスなストレートバーでやっていただくと、どっちかというとこっちのね、外側と三頭筋の外側ですねを重点的に刺激することができます。まあ、このアタッチメントが一番ですね、重量も扱いやすいかなと思います。しっかりと肘の位置を固定したまま下ろして、押して戻して、押して戻して、という感じでやっていきます。そして2つ目、ロープですね。まあ、このロープも、まあ、メジャーなアタッチメントなんで皆さんよく使ってらっしゃるかなと思います。このロープでやると、下ろし切ったところでグッとね、手をねじれるので、この手を返す動きで刺激の種類が変わりますよということと、まあ、ロープがねあって、体のね横に引いていけるので、肘の位置がストレートバーだとちょっと前だったのが、よりね、体の真横に肘を置いたままできるようになります。こうすることで上腕三頭筋の内側頭ですね、ですとか、まあ、長頭なんかにも、より刺激が入るようになります。このように肘を体の前に置いて手首をひねるやり方だと、外側頭の方により刺激が入りますし、逆に肘をね、体の近くに置いて やっていただくと、このね、内側頭とか長頭にも若干ね、刺激が増えてきますので、使い分けてみてください。そして最後は片手のプッシュダウンです。本当はですね、このロープが1本だけ出てるようなアタッチメントがあると一番いいんですけども、この部屋にですね、そういうアタッチメントないので、今回はね、このロープのアタッチメントで代用しちゃいます。片手でアタッチメントを持っていただいて、肘をね、しっかりと体の真横に固定したまま、このようにですね、やっていきます。この片手でやった方が肘への負担は少なくなるかなと思います。まあ、人によってね、合う合わないがあるので、片手でやるより両手でやった方がね、肘が痛くならないという方ももちろんいらっしゃったりするんですけども、片手でやった方がよりですね、軌道が自由に決められるので、関節への負担は減らせる傾向にあります。そしてこのね、ロープでやるよりもさらにですね、肘をしっかりと体の横に固定しやすくなるので、よりですね、この三頭筋の内側頭、この辺とかですね、長頭に、よりね、刺激を与えたいっていう場合は、この片手でやるバリエーションをやってみるといいかもしれません。あとはジムによっては、このロープがね、この倍ぐらいの長さになってて、長くなってるやつがあるんですよね。それがあると両手でしっかりとその片手のね、プッシュダウンと同じように体のね、真横に肘を固定したままギュッとやることができるので、
ロープのね長いアタッチメントがジムにある方はもう両手でやっちゃうのもいいかもしれないです。ぜひね参考にしてみてください。ということで今回は上腕三頭筋を鍛えるプッシュダウンのバリエーションを3つご紹介していきました。時間がない時とかね使いたい器具を他の会員さんがね使われている時なんかに待ち時間をね減らすためにねとても有効なバリエーションになってきますのでぜひ参考にしてみてください。ということでこの動画が良かった方はグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しておりますので概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にもですね B レジェンドは毎月新商品リリースさせていただいたりお得なセール開催したりしておりますのでそちらもですね概要欄からチェックよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。